皆さんこんにちは、ゴルフインストラクターのりょうです。今回はですね、ドライバーでドローを打つポイントについてレッスンしていきます。でですね、一般の方だとやっぱりこうアイアンは捕まるけどドライバーは捕まらないですっていう方っていうのは多いと思うんですね。僕もレッスンしてて、結構言われるし、練習場でもですね、やっぱりこうドライバーがうまく捕まらなくて悩んでる方っていうのは多いんですけど、それでですね、よく見るミスの典型パターンですね、これがドライバーでは一番多いんじゃないかなと思うんですけど、でそのパターンの前にそもそもですね、ドライバーとアイアンでは同じ軌道でスイングしても捕まり方が違うんですね。っていうのもドライバーっていうのはボールが左にあるわけですね、アイアンに比べると。人によってはドライバーは左側のかかと内側に置いて、アイアンはもう真ん中とか少し右側に置くってなると、かなりこうドライバーとアイアンのズレが出てくるわけですね。でそうすると同じ軌道で振った時に、アイアンの方は捕まりやすいけどドライバー捕まりにくいっていうことが起きます。でゴルフクラブっていうのはですね、直線でまっすぐな軌道でパターンみたいに動いてこないわけですね。もしまっすぐこういうふうにまっすぐ引いてまっすぐ出すような動きだったら、ボールがですねどこにあっても、同じ回転がかかるんですけど、ゴルフっていうのは回転運動ですね。回転するんでゴルフクラブっていうのは円軌道になってくるわけですね。なのでストレートな軌道で当てる場合には少し内側から来て、この円運動なんで内側から内側に抜けていく、このちょうどまっすぐな時にボールをヒットしないといけないわけですね。で考えた時にボールの位置が違うと、例えば極端に言うとここではインサイドアウトで当たるけど、こっちに左に来た時はアウトサイドインで当たってしまうっていうことが起きてしまうわけですね。なので、左側にあればあるほどゴルフクラブっていうのは極端に言うと、ここではインサイドアウト、インサイドアウト、ここでストレート、ここからアウトサイドインゾーンで当たっていくっていうことが起きてしまうんですね。じゃあですね、アイアンもドライバーも同じボールの位置にしてしまえば、いいじゃんって思いそうな感じなんですけど、そういうわけにはいかないですね。なぜかっていうと、アイアンは地面にボールがある、でドライバーはティーアップしてる、でドライバーはアッパーに打つ必要があるんですね。まあないしレベル、でアイアンっていうのは必ずダウンブローで打つ必要があります。ということはこの軌道に加えて、入射角っていうのが加わってくるんですね。アイアンっていうのは最下点の手前で当てないといけないんで、クラブが上から降りてきて下がり際に当たらないといけないと。でドライバーは逆にレベルからちょっとアッパーに当たらないといけないんで、この入射角の問題があるんで、どうしてもドライバーは左に置いて打たないと、アッパー軌道で振れないんで、しっかり飛ばないっていうことになってくるんで、ボールの位置を、同じするってことはできないですね。まあスタンスの幅とかを変えれば、できるんですけど、基本的にやっぱりちょっと変えていくっていうのが、まあベーシックな、形だし、少しドローを打って捕まえていくっていう場合もやっぱりちょっとこうボールのアイアンとドライバーっていうのは若干ズレが出てくるんで、ということはですね、ドライバーでドローを打つためにはしっかり内側からクラブが降りてこないと、左側にボールがあるんで、少しでも外から来るとですね、かなり加速軌道で当たってしまうので、ドライバーはインサイドから取らないといけないということですね。ということでですね、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、ただちょっとここの理解度が浅いと、ボールを捕まえるっていうことのメカニズムがわからないので、今の部分は理解してもらいたいんですけど、じゃあですね、ドライバーで、よくある、スライス捕まらないとかボールがうまく打てないっていうパターンの方はどういうふうになってるかっていうと、こういう方がですね、これちょっと音聞こえますかね、かなり、ティーの音がバチンという音がするタイプの方ですね。逆にドライバーがうまい方っていうのはですね、こういう音がしてきます。ほとんど T の音がしなかったと思うんですけど、今軽くかすったぐらいなんですけど、どういうことかっていうと T をですね、こうバチンと打ってしまう方っていうのはかなり入射角が A 角に入ってきてしまってるんですね。で僕が2回目に振った素振りっていうのは少し入射角が浅くなっています。でこれがですね、なんでスライスに関係するかっていうとですね、ちょっとね、少しこのモニターがあるんでちょっと見にくいかもしれないですけど、多いパターンで鋭角にアタックしてしまう方っていうのは、極端に言うとですね、スイング軸がですね、こういうふうに左に来てるんですね、左に来てる
すると頭が左に動いて、体の中心が、ね、左サイドに行って、こういうふうに描くなると。これをですね、ここからやるとこうトップ上げますね。で、中心がですね、左サイドに動く方はこうなります。こういうふうになってくると、クラブがアウトサイドから降りやすくなってくるということなんですね。で、次に入射角が緩やかなパターン、こういう感じですね。こういう感じ、若干頭がプロとかでも結構多いんですけど、バックスイングでドライバーとかだったらですね、少し右に動く方もいれば、バックスイングまで動かないダウンスイングの切り返しで少し右にこうやって動くプロっていうのも多いんですけど、それはですね、頭をこう右に少し動かすことで体の軸をですね、少し右に持っていってですね、すると中心でこうやって振るよりも、極端に言うとですね、こっちに頭が来てるとクラブっていうのはインサイドからしか来ないんですね。で、結構この動きを使っているプロは多いです。アイアンの時は頭が動かないのに、ドライバーの時だけ少し頭を右サイドにこうずらしてくるっていうプロはものすごく多いです。じゃあこれをですね、後方からやるとこうなってくるわけですね。ということは、切り返しでこの体がすぐ開かないので、クラブがインサイドから降りてくるんですね。すると入射角もですね、緩やかになるし、クラブもインサイドから入るんで球が捕まりやすくなる。まあ、インサイドから振ると球が回転が左にかかるっていうのもあるし、あとクラブヘッドがですね、返ったところで当たりやすくなります。クラブヘッドっていうのはですね、直線運動じゃなくて円運動なんで、この意識的に自分でやる動きではないんですけど、若干こう開閉するような動きになってます、円運動が。なので例えばですね、ちょうど最下点でフェースがまっすぐになるとしましょう。ゴルフクラブはこういう回転運動なんですね。でしたときに、例えばアウトサイドインの方、A 角に振る方っていうのは、この辺がですね、ちょうど最下点になってくるわけですね。そうするとこう右にあるとクラブが極端に言うと返る前に当たっちゃいますね。返る前に当たってすごい右プッシュが出ると。でボールがここにあれば帰った時に当たるのに、右にありすぎて帰る前に当たる。右にありすぎじゃなくて、最下点は左にありすぎるんですね。で帰る前に当たると。で逆に極端に言うと、最下点がボールの少し後ろだとしましょう。するとクラブヘッドって言うんですね、こう帰った後に当たるんで、まあ、ドロー回転もかかるし、右にすっぽ抜けるっていう球も出にくくなります。なので、フェースの戻りも良くなるし、クラブの軌道も、しっかりつかまりやすくなるんで、大事なことはですね、この T をバチンと言わせないってことなんですね。これですね、練習場とかだととにかく多いですね。僕自身もですね、ドライバーの調子が悪くなると大体このパターンをですね、もう球が捕まんないとか、もう逆に左にチーピンしちゃうとかっていうのが出るパターンっていうのは、かなり鋭角にクラブが入ってしまって、こう左に引っ張ったりとか、カット打ちになってスライスになってしまって、じゃあですね、そういう方はどうしたらいいかっていうと、頭の向きをですね、少し右の方向に向けてあげればいいですね。で、プロによっては、まあ多くはないんですけど、こういうふうにちょっとルックアップして打つようなプロもいるんですね。で、そうすると体が開きやすくなるんですけど、まあそういうプロの多くはですね、まあ、最近でいうこうシャローの動きがかなり強いプロですね。こうやってこうかなりクラブが寝てくるプロっていうのは、逆にこういうふうに自分で開いて最初からいかないと、クラブがインサイドから来てしまうので、まあ、かなり肩甲骨が、柔らかい方とか、少しトップがクロスしてこうやって寝てくる方とかっていうのは、そういうパターンも多い、 OK なんですけど、まあ多分今日の動画を見てる方っていうのはほとんどドライバーが、捕まらないっていう方が多いと思うので、でそういう方はですね、まあ、やっぱり男性の方だとどうしても肩甲骨周りがですね、そんなに、柔らかい方っていうのは少ないと思うので、そんなにですね、こうかなり強いシャドウっていうのは作るのは難しいと思うんですね。なんで、そういう方にはですね、おすすめなのは少し顔の向きを右サイドに向けて打つということですね。まあプロで言ったらね、松山英樹プロとかね、インパクトの時に少しこう右を向いて打つような感じですね。それすることによって切り返してクラブが、外から来たりとか鋭角に振るっていうことを防げるんで、この T をですね、ボールの少し右斜め前にセットしましょう。T 見えるかな、まあ、見えなかったらなんかラインかなんか丸かなんかつけておきます。でこれをまずボール置かないで素振りするんですけど、
このボールがある T じゃなくて右の方の T の方を見たまま素振りをします。そうすると頭の位置が右を向いてくるので、こうクラブもですね、インサイドから入ってアッパーに打つことができます。まあ、最初はね、ボールを見ないで打つんでいきなりは怖いと思うんで、まあ、軽くでいいです。右の方を見ながらボールを打っていきます。そうすると今までからするとかなり、ボールがですね、当たる前にクラブヘッドが後ろからこう入射角がですね、緩やかになって入ってくる感覚になってくれば OK です。で、こう右に、目線を持ってくるとですね、もうアドレスの時点でちょっと顔が右に向いてくると思います。こういう向きにしてるプロも多いですね。最初から右の方を向いていることによってバックスイングの体の回転を良くしたりとか、頭をしっかり残しやすくしてインサイドから振る動きを作ったり、あとプロの手は少しチンバックって言ってこう顎をですね、右に向けてからこうやって打つと、すると体も回転しやすくなるんで、シニアの方でですね、球が捕まりにくいとか、少し天ぷらが出ちゃう方っていうのは大体鋭角に入ってるんで、シニアの方だとですね、やっぱりそんなに体がですね、柔らかくないんで、結構ですね、今流行りのシャローとかっていうのが肩甲骨の可動域の問題で難しくなってくるんで、そういう方にはですね、僕は結構シニアの方によくアドバイスするのは、もう逆に積極的に、そういう方は頭は右に動かしましょうと。右に動かすことによってクラブも鋭角に入らないし、インサイドが作ることができると。これはドライバーだったら OK ですね、ティーアップしてるんで。ただアイアンだとボールが地面にあるんで、こういう風に打ってしまうと全部アッパーに入ってしまうので、そういう方はちょっとドライバーとアイアンのイメージを少し分けて振ると、ドライバーの捕まりっていうのも出せてくるので、スライスがですね、ドローになるだけで、距離が30ヤードとかヘッドスピードも変わらないけど伸びるっていうことはあります。まあ、フェードとドローぐらいだとそんなに変わらなかったりするんですけど、スライスっていうのはかなり距離がロスするんで、そんなにですね、力を入れて振らなくても距離が30ヤードぐらいアップするっていうのはよくあるパターンですね。やってみましょう。まずアドレスは普通に構えて、若干右方向に目線を持っていきます。これで頭が少し右に動くんで、体の回転がしやすくなります。そして、この状態でボールを打っていきます。はい、ということでですね、今日はちょっとドライバーのボールを捕まえるためのポイントで、少し頭の位置を右にずらすことによって、インサイドから下ろすということができることですね。まあ、これはちょっとドライバーの、時にしか使えない動きですけど、練習しててですね、ティーがパチンという音がする方は結構要注意ですね。で、そういう方の特徴としては、高いティーで打てないということですね。高いティーだと鋭角に入ってくるんで、全部こう上に当たってしまって、天ぷらになったりとか、あとスライスするんで、やっぱりこう高いティーだと曲がりが強くなっちゃうんで、もう低いティーでこう上から潰して低い球にしていくっていうことしかできないんで、ティーが高くしてですね、打ちにくいなっていう方は結構そういうパターンの方多いと思います。で、この頭を少し今日は右に向けるっていうことを、やっていったんですけど、よくですね、プロが頭を残して打つとか、言うんですけど、まあですね、ボールを見てたから当たるとかっていうのは実際それは関係ないです。この前傾角度が保ててれば、顔がですね、左向けてもボールを当てることは全然できます。ただ、スローで見ると、ほとんどのプロがインパクトで頭残ってるんですね。まあ、こうやって打つタイプの方もいますけど、結構少ないです。割合で言うと多分 90% 以上はみんな頭がしっかりこっちに残ってるんですね。で、これは何をしてるかっていうと、頭を残すことによって、クラブをインサイドから、来させるっていうことと、あと、やっぱり自分が左に行き過ぎてしまうとですね、どうしてもクラブヘッドが追いついてこないんで、ここでしっかりクラブヘッドが戻ってこないんで、頭を残すことによってですね、しっかりクラブヘッドが戻るように、ここでちょっとがこう戻らせて時間を作ってるんですね。なので、まあ、こうやって打って、球が捕まってる方は別にそれでいいと思いますけど、基本的にスライスする方はしっかり頭を残した方がですね、基本形になっていきますんで、今日の練習方法を試してもらうと、ドローが出るようになってくるんで、ぜひやってみてください。